はい、こんにちは、ロクサでございます。本日もギターアンプマイク第4弾ということで、オーディオテクニカの2本のペンシル型のマイク、どんな音質差があるか、ぜひ聞き比べしていただければと思いますので、最後まで見ていただければと思います。この動画がいいなと思っていただけたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。で、まず左のマイク、こちらがですね、アクティブリボンマイク、いわゆる前回ご紹介したロイヤーの R122M2 と同じタイプのものになってまして、リボンマイクなんですが、48V のファンタム電源を必要とするマイクになっております。そして右側のマイク、こちらは今度コンデンサーマイクになりまして、 AT5045 と言います。で、こちらも当然コンデンサーマイクですので、 48V のファンタム電源を必要とするんですけども、この2本同じようにファンタム電源で動くマイクになっているんですけども、音質差は当然リボンとコンデンサーですので全然違ってくるはずなんですけども、どのぐらい違いがあるのか私も非常に気になってますので、ぜひ皆様もこの後デモ音源で聞き比べしていただければと思います。で、今回収録している音源はこれまでのマイク比較したものと全く同じで、ビーズさんの今夜月の見える丘にオルタナティブギターソロバージョンで、収録をしております。で、こちらのイントロの象徴的なアルペジオ、これがクランチサウンドになってます。で、次がギターソロの前にあるクリーンのアルペジオ、そしてそのすぐ後に始まるギターソロ、そして最後のサビのバッキングの歪み、この4種類をサウンドとして収録しています。そしてこの収録の方法、音源の流し方に関してはこのような形で流させていただこうと思ってますので、ぜひ両方のマイクにどのような音質差があるか比較していただければと思います。それでは早速デモ音源で違いを聞いていただければと思いますので、行ってみましょう。どうぞ。
We'll be right back.